お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日ね、1本目頑張って収録したんですよ。それで2本目ね、収録してる最中にちょっとオートしだしてね、途中で諦めたんですよ。なので昨日は一本しか投稿できてません。申し訳ありません。しかもね、投稿された時間がものすごく遅いんですよ。それはね、自分がその収録したやつをね、編集する人に送れてなかったんですよ。自分は送ったつもりでいてたんですけど、送信できてなかったんですよ。それで、あれ？まだ YouTube 上がってないなと、遅いなと思って編集者の人に聞いたんですよ。そしたらデータ来てないですよって言われてね。で、急遽送って。それで編集してもらって、最終まあチェックする人がいてるんですけどね。その人にチェックしてもらって、投稿したからあの時間になったんですよ。はい。遅くなって申し訳ありません。それと2本目収録できずにすいません。今日は頑張って2本投稿したいと思います。はい。まあこんなこともね、あるから、取りだめしようかなと考えたんですけどね。でもやっぱりね、取りだめをしてしまうとね、まあ3日間ぐらい休みして、でまた取りだめして3日間ぐらい休み取ってと、まあそういう風になっていくと思うんですよ。そしたらね、休み癖ついてね、やらなくなるんじゃないかなと。まあ目標いいかと、あ目標いいかと、まあそういう風に繰り返してね、やっていかなくなるんじゃないかなと。怠け癖がついてね。そうなんのも嫌だから、毎日の習慣として、YouTube を収録するのをね。だから、やっぱり毎日の方がいいかなと。ちょっと今考えてます。はい。取り溜めをするべきなのか、毎日収録するのか、ちょっと考えて、やっていきたいと思います。はい。それでね、今日ちょっとね、ムカつくことがあったんですよ。むちゃくちゃムカついたんですよ。この食あたりにね、なった店、柿を食べた店ですね。その店とはね、もう20年以上の付き合いなんですよ。そこのオーナーと一緒にゴルフも何回も行ってるしね、プライベートで旅行も行ってるし、ものすごく仲良くしてたんですよ。まあ、うちの子供のことももちろん知ってるし、うちの女房のことも知ってるしね、結構仲良くしてたんですよ。それにね、値段もね、結構高いんですよ。正直言うとね。この前も5人で行って、9万6000円とか7000円ぐらいだったんですよ。だから約ね、1人2万円近くかかるわけなんですよ。食べに行くとね。でも確かにね、美味しいんですよ。美味しいのは美味しいです。いいものを出してくれます。でも、高いからね、月1回か2回、まあ行く程度なんですよ。そんなに週1回も2回も行くかと言われたら、やっぱり行けないんですよね。高いから。でも月1回2回は、まあ行くようにしてたんですよ。仲が良かったから。それがね、今日、まあある方からね、自分に電話あったわけなんですよ。職当たりになったらしいなと。その方はね、自分らからしたら、まあ頭の上がらない人なんですよ。誰とは言えないんですけど、自分が、反抗できないような人なんですよ。それはその店のね、オーナーも知ってるんですよ。自分が反抗しないことを。それで、まあその人に頼んだんですよね。今回の職渡りの件で。それで、一人30万円。一人30万円で、今回、何もなかったことにしてあげてくれと。まあそういうことを言われたんですよ。その人が間に入らなくてもね、直接、オーナーと自分は喋れる関係なんですよ。それに、今回食渡りになった時も電話入れてるんですよ、自分。他のお客さんに提供したらダメだからね。それで食渡りになってると。だから気をつけてくださいねっていう話はしてるわけなんですよ。にもかかわらずね、その人を間に入れてきてね、まあ、30万円でもう何も言うなよと。結局、そういうことを言ってきてるわけなんですよ。それでね、その人に自分が、
他の人間はどう考えてるか分かりませんけども、自分は1円の金ももらおうと思ってませんと。ただ寂しいことする人だなと、そのオーナーがね、直接ポンちゃんごめんなと、次から気をつけるわと、ただその一言言ってくれたら何もないと。ましてや一回喋ってると、その時も申し訳ないと、すいませんでしたと言ってもらってると、金なんかもらおうなんか1ミリも思ってなかったと。それを第三者を間に挟んで30万円で何もなかったことにしてくれと、こんなこと言われると夢にも思ってなかったと。あまりにもあの男寂しい人間ですよねと、まあこういうちょっとね嫌味を込めた言い方をしたわけなんですよ。そしたらその方がそんなにイライラするなと、向こうは向こうでやっぱりポンちゃんの今までのことを知ってるから怖いんじゃないのと、まあそういうことを言ってきたんですけどね、自分にしてみたら普通のね飲食店と客の関係じゃなかったわけなんですよ。うちの娘がね結婚するときも両家で顔を合わしねしたときにその店使ってるんですよ。孫が生まれて100日目にねお食い止めするのもその店を使ってるわけなんですよ。だから自分の中では何か特別なことをするときにその店を使ってたわけなんですよ。そのこともオーナーは知ってるんですよ。自分がそういう特別な何かの時に使ってるっていうのを分かってるわけなんですよ。それで自分がね、もう店には来るなっていうことですよねと、自分らにね店に来ないでくれと、そういうことですよねと、その間に入ってる人に、ね、言ったわけなんですよ。そしたら、いやその辺はよくわからないと、でも30万は気持ちよく受け取ってあげてくれと、オーナーの気持ちだから気持ちよく受け取ってあげてくれへんかと、まずこういうふうに言われたんですよ。それで自分がね、あのねと、自分はたかりじゃないんでと、もし金が欲しいんだったら30万円で納得しませんよと、100万円も200万円も取り方ぐらい知ってますからと、だから今回は自分は1円もいりませんと、あとは他の人間と話してくださいと、自分にはもうこの食当たりの件で二度と電話してこないでくださいと、まあその方にねそんな風に言ったの初めてなんですよ。自分は今まで何回かね人のトラブルの件とかでね話したことあるんですよ。でもその人が出てきたらね、その人の顔を常に立てて自分は物を言ってたんですよ。でも今回初めてちょっとね小山を返したみたいな感じになったんですよ。それでその方は分かったと、じゃあ他の人間と喋るから電話番号と名前と教えてくれと。だからそれはできないからね、やっぱり人の電話番号を勝手に教えるっていうのはできないから、じゃあかけさせますねということで、そのまっちゃん以外のねあと2人出るんですけど、その2人に番号を言って電話かけてくれと、まあ言ったんですよ。でまあ2人とも喋って、2人とももちろんお金なんかいらないと、そんな寂しいことを言わないでくださいと、まあそういう風にして話は終わってるんですよ。まっちゃんのことは直接知ってるんでね、その間に入った人が、まっちゃんにはだから直接喋ってくださいよと、そう言ったんですよ。でも今日ね、まっちゃんゴルフ行ってるんですよ。だからゴルフ終わってから喋るんだろうなと、まあ自分は勝手にね想像してたんですよ。4時前ぐらいにまっちゃんから電話かかってきたんですよ。まるまるさんから何回も着信入ってて折り返しかけたら何言ってきたと思うと。それで自分が30万円の件やろと、そう言ったら、そうやねんと、もうポンちゃん喋ったと、で喋ったと、で断ったと、俺も断ったと、舐めてるよなって言ってね、まっちゃんも怒ってるわけなんですよ。それでまっちゃんがその間に入った人にね、金で解決するんだったら桁が違うと、1000万持ってきてもらってくれと、そう言ったらしいんですよ。それでその間に入った人もえらい大きく出たなと、それ本気で言ってるんかと。それでまっちゃんが本気ですよと、そりゃそうでしょと、大の大人4人も課金当たって職場だらけになっとるんやと、ましやわし今日ゴルフですよと、おむつ履いてゴルフ回って7回もうんこちびりましたわと、
スコアもガタガタやと。何百万っていう金取られましたわと。ゴルフに負けてね。それは嘘ですよ。賭けなんかやってないんですけど、わざとそういうふうに言ってるわけなんですよ。だから、金で解決するんだったら、1000万やと。でも、金で解決しないんだったら、悪かったな、申し訳なかったと。次はちゃんとした書き、用意しとくなと。これで話は終わりやと。オタクが入ることによって、ややこしくなってんの分かりませんかと。ものすごくきつい言い方してるわけなんですよ。まっちゃんは。ゴルフも散々だったらしいんですよ。それで腹立て出るわけなんですよ。それで、間に入ってる人がね、よっしゃ、分かったと。じゃあ、金はいらんっていうことやなと。で、まっちゃんはいらんと。その代わり、頭は下げさせてくださいよと。申し訳なかったっていう頭は、いりますよと。まあ、これだけ言ったらしいんですよ。そのオーナーは自分にはね、電話で申し訳なかったと。それは言ってきてるんですよ。でも、まっちゃんとかね、あと二人ね、友達二人には何も連絡入れてないわけなんですよ。入れれないんですよね。怖くて。多分、まっちゃんにバーンって言われるん違うかとか、まあ、いろんな想像してると思うんですよ。だからその人を間に入れたんでしょうけど、まっちゃんも、その他の友達もね、全くそんな怒ってないんですよ。わざとしないの分かってるからね。ただでもオーナーはビビってるんですよ。おそらく。だからそういう寂しいことをね、してくるわけなんですよ。もしかしたら自分らにお金請求されるん違うかとかね、そういうことを考えてるんだと思います。はい。まあでも、今回の職場であるの件で、そのオーナーのね、いろんな部分が見えた気します。はい。なのでもう二度とその店には行きません。はい。ということで今日はまっちゃん VS おむつの話をしてみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。